はい、ということで、到着しています、こちらですね、商店街の中にあるうどん屋さんです。なります。今日もさぬきうどんのお時間です。はい、ということでヤグタウンです。今日もですね、さぬきうどん屋さんの方向かってるんですけど、今日のお店は超実力派店っていうか、テレビ番組の我が町うどんマップっていう中の企画で、香川県民1000人が選んだ本当に好きなさぬきうどん屋さんはっていうアンケートの1位になったお店です。はい、香川県民が選ぶ1位になったお店、そちらの方へ向かっております。はい、ということで今日向かっているのは香川県高松市にあるさぬきうどん屋さんです。最寄り駅河原町駅でだいたい 350m 程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとして春屋製麺所町中店さんであったり、うどん坊の高松本店さんがあるだいたいあの辺りです。食べログの点数が 3.64 点、 Google の点数 4.2 点となっていました。定休日は日曜日と祝日で、営業時間が8時半から14時までとなっています。ということで到着です。麺どころ綿屋高松店さんになります。はい、丸亀が本店、高松が2号店、綿屋さんといえばすっぽんじゃないですよね、亀ですよね。亀のこの石碑が、目印です。はい、早速入っていきます。さあ行くぞ。それでは入店していきましょう。こちらセルフ店となっています。こんにちは。奥行きが長い作りになってて、お昼時とかはこの通路を越えてお店の外まで並んだりしてるんですよね。で、注文口まで結構距離があるんで、その間に何を頼むか決めていきましょう。綿屋さんといえばやっぱり肉ぶっかけ系のうどんが名物です。中でも牛肉、豚肉、温玉、わかめ入りのスペシャルぶっかけっていうのがね、本当僕はすごい好きでいつも食べちゃうんですけど、注意点として綿屋さん、あの標準の量がもう異常に多いんですよね。だから食べきれる量に本当に注意してください。肉ぶっかけとかカレーが人気なんですけど、それ僕どっちもいただいたんで、今回はそれじゃないので、しかも肉を抑えつつなうどんにしようと思います。肉かまたまいけますか。小でということで、肉かまたまにしてみました。釜揚げの麺になるんですけど、すぐ出るみたいなんで、このまま進んでいこうと思います。次、天ぷらを取ってみます。で、これもう鶏天とあとかき揚げがね、すごい量を言ったんで、いやこれは多分人気なんやろうなと思いつつ、なんじゃこれっていう、なんか真四角のでかいんがあったんで、ちょっとね今回そちらにしてみました。ということで、これ昆布の天ぷらになります。はい、昆布の天ぷらめちゃくちゃ高いですよね。うどんの受け取りはレジの手前になります。はい、それではお会計です。680円。はい、メニュー表こんな感じになってます。まあいろいろ種類揃ってて、かけうどんだったら270円で出されてました。で、今回頼んだ肉釜玉うどん、これ小で560円になってます。釜玉系は多分後からできたメニューなんですかね。なんかこの銀色のボードがちょっと違いますね。で、それとは別にこうぶっかけ、まあ、ぶっかけでこうバンとあのメニュー表あるんですよ。やっぱね、人気メニューなだけあります。スペシャルぶっかけ、これ僕大好きなんですけど、570円です。そして天ぷら、こんな感じになってます。いろいろ揃ってて、どれでも120円で、一部の商品だけ140円になってて、それがかき揚げとかあと鶏天とかになってます。その分たくさん置かれてるんで、多分人気だと思います。おにぎりとかもあるので、これもセルフで取ってください。あ、醤油かけすぎに、はい、わかりました。だし醤油も一緒に出してくれます。うどんにはネギ乗ってるんですけど、ちょっと薬味置き場に寄ってみます。このレジの横のとこあります。天かすとか生姜、七味とかが置いてあったんですけど、この七味の右手側、粗挽き唐辛子置いてるんですよね。これ僕好きなんで、でも最初から入れたらちょっと味変わっちゃうなと思ったんで、後から入れれるように小皿の方にとって、後で味変で入れようって思ってます。それでは空いている席について食べていきましょう。それではいただきます。今回頼んだのは肉釜玉うどん小です。綿屋さんはですね、お肉が牛と豚と両方作られているんですけど、肉釜玉に関してはこれはもう牛肉が乗ってくるうどんとなります。で、確かですね、以前どこかで釜玉はだし醤油をかける前にこうしっかりとかき混ぜるんだよっていうのを
どっかで教えてもらったんですよね。っていうのがどうやらあのだし醤油の冷たさで麺自体のこう温度が下がっちゃって、だからもうだし醤油かけた時点でちょっと卵が熱でまとわりにくくなっちゃうんだよっていうのを聞いたんで、醤油かける前にこの麺の熱しっかり溜まってるうちに卵をかき混ぜたいと思います。それではいい具合に麺の熱で卵も熱が入ってこう混ざってきたんで、だし醤油かけてもう一回ちょっと混ぜていただいていきます。麺は釜揚げのこの熱々な太麺でした。はい、またやさん太麺です。で、ところどころ軽くねじりが入ってちょっと細くなってるような麺もあるんですよね。で、それに卵が絡んでもうすごいマイルドなこうまろやかな感じ、香りからもそれすっごい感じます。これ釜揚げ麺なんでもう締めてないからこう食感がまた違ってですね、噛めばこうむっちりでもちもちしたような食感でいただきます。そして何よりなんですけど、もう私本当に麺の量がもうめちゃくちゃ多いんですよ。本当ね、綿屋さんのショーで、あのよそのお店の台くらいはね、本当十分あるんじゃないかってぐらい多いんですよね。だからこそこの釜玉なんですけど、こう入れてくれる麺の量が多いから、それと一緒にこう釜の湯の、あの ゆで汁も結構ね多く入ってしまっちゃってるんですよね。だから総分ね、ちょっとだし醤油が薄くなっちゃってるなっていうのは個人的に思いました。牛肉は甘い味付けでこれね、やっぱり美味しいんですよね。すごい薄めで、ね、柔らかいから味ももうしっかり染みてて、ほんでこの牛肉自体に脂身もあるから、こう牛の旨味みたいなのもねすごい美味しいです。で、ちょっと茹でた汁でだし醤油感薄まるなって思ってたんで、まず余ってただし醤油にも直接つけてうどんの方いただいてみてます。確かにこれだったらめっちゃだし醤油感感じれるんですけど、これね逆に濃すぎるかもって思っちゃったんですよね。ということで、もう結局もう全部かけて、であえてこうしっかりとかき混ぜずにだし醤油かかってるところだけとかで味わうっていうのがなんか個人的には美味しかったです。はい、それでは天ぷらの昆布もいただきます。これもうめちゃくちゃ大きいんですよね。丼の直径よりかも全然大きいと思います。顔と比べてもこんなに大きいです。はい、いただきます。この昆布天がもうすっごい美味しかったです。まずですね、衣がバリッバリタイプなんですよね。かなり固めな衣になってます。すっごい食べ応えで、もう個人的にバリバリタイプがすごい好きなんで、もうどさまりしました。で、それに風味がすごい良くて、なんか衣に青のりがあって、こう磯辺揚げみたいになってるんですよ。だからめっちゃいい香りなんですよね。昆布自身がもうしっかり噛んで旨味が出てくるタイプじゃないですか。で、よく噛むんですけど、それと一緒に衣もよく噛むから、もう衣の香りも出てきて昆布の旨味も出てきてっていう、すごいねそれが美味しかったんですよね。この大きさで120円っていうのはもう本当コスパもすごくいいと思います。これだけ食べても、かなりお腹いっぱいになれそうな、もうそんな満足できるような天ぷらとなってました。それでは釜玉の味変で取っておいたこの粗挽き唐辛子、これもかけて一緒にいただいてみます。やっぱりね、辛いですね。汗出てくるレベルで粗挽き唐辛子はかなり辛いですけど、やっぱねこれが美味しいんですよね。ベースがこう卵のまろやかな釜玉やったんで、そこにこの辛みがアクセントですごい合うと思います。僕は大好きです。それでは最後の一口いただきます。やっぱり綿谷さんのお肉はすごい美味しいです。そして麺の量が多すぎっていう、今回はですね、昆布の天ぷらとも合わせて本当かなりお腹いっぱいになりました。で、今回は小なんですけど、小より少ないハーフサイズっていうのは唯一牛肉ぶっかけで注文できるっていうメニューになります。
ちなみにメニュー表には書いてないんですけど、特大サイズっていうのもどうやら注文できるみたいなので、もうめっちゃ食べれるよっていう方はぜひ注文してみてください。はい、ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日のお店、香川県高松市にあるこちら麺処綿屋高松店さんになります。駐車場はないのでパーキングか電車かで来てみてください。そして店内、こういう縦長い作りになってて、ちょっと横に長いテーブル席に壁際にはカウンター席あります。はい、ということで綿屋さん、いただいてきたんですけど、もうまず最初の感想言っていいですか？多いめちゃくちゃ多かった。僕これショーですからね、ショーでこんな多いっていうのと、昆布の天ぷらも間違いなくこの多さを感じる要因やなって思います。噛むんですよね、うん、うまいに、めちゃくちゃうまいんですよ。でも本当に多いですみんなかなりお腹減らしていてみたらどうでしょう。多分確か台にするのがプラス110円やったと思うから、もう本当めっちゃ腹すかして台頼んでほしい。で、綿屋さん、前丸亀店行った時に特大も書いてはないけど注文できるよっていう風にね、社長会長かの方がおっしゃってたんで、チャレンジャー特大行ってみてください。はい、ということで、今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございます。もしよければ高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。1,2,3,4